画面の前の皆様こんにちは、ベルクラでございます。今回お久しぶりの食人族が住むこの島へやってまいりました。皆さんも久しぶりに見に来てくれてありがとうございます。最近ね、たまにね、4年ぶりぐらいに見に来たとかね、もう数年ぶりぐらいに見に来たみたいなコメントもたまに見かけるんですよ。まあ私もね、だいぶ長いことやっていますけども、本当なんつうかね、そういうの聞くたびに、まあこう人ってやっぱり時間とともに趣味とかね、いろんなものが変わっていって、でまあ飽きたりさ、ハマったり、多感な時期を過ごすわけじゃないですか。そのうちの中の一つが私がね、私の動画ハマってた時期があるっていうだけでもね、嬉しいもんですよ、やっぱり。そういう時期があったっていう事実がね、いいですね、嬉しいですわ。で今回ですね、なんかアップデートで新しい建築物の、設計図みたいなのが手に入るというのを、視聴者さんに教えてもらったんですが、それを検証したいがために来ました。でなんか海の中にある洞窟らしいんですが、まず海の中に入るために私、酸素ボンベが必要になってくると、で酸素ボンベが必要になってきて、さらに、まあ、その酸素ボンベを手に入れるために、その洞窟を探さなきゃいけないと、でさらにさらにですね、そもそもですね、私マップをね、マップ手に入れてなかった。もうなのでとりあえずマップを手に入れてから、リザーブがある、酸素ボンベがあるところを探しまして、で、その海底洞窟に向かおうじゃないかと、まあいった感じで、やってきています。あそこはコンテナのとこだね。場所的に言ったら、マップのやつって多分ね、でかい食人族たちの集落のそばにある洞窟の下にあった気がしますよね。本当、私がこれ口で説明しててもみんな多分もうちんぷんかんぷんだと思うんだけど、フォレストやってない人からするとね。何のこっちゃと思いますけど、まあ一応ね、これゲーム実況なんで、私もしっかりその辺実況していけたらなと思うんですが、いやー最近はですね、こう人生についてよく考えることがね多くなりました。年のせいだろうね。なんかいろんなものがね達観するようになってきましたね。こう結構競技性のあるゲームってでちょいちょい私やるんですよ。コールオブデューティー、デッドバイ、デッドバイデルタは別に競技性があるわけじゃないけど、まあそういう人と人とが対戦するようなゲーム、やることちょいちょいあって、でまあなんかこうそういうのやってると皆さんもわかると思うけど、こうライバル視されることって結構あるんですよ。ライバル視というか対抗意識を燃やされることってあって、で昔はね、いやなんで私みたいなやつにこうそういう対抗意識を燃やすんだろうみたいな、感じで思ってたんだけども、最近はねなんか達観するようになってきたのか、まあ私程度のね人にでも競いたいって思うのはなんかまあいいことなのかなっていう、いいことなのかというか、そういう影響を与えてるのは私はなんかやはり人に影響を与えてるという面ではなんか嬉しいなみたいな感じにね思うようになってきましたね。まあこれってねやっぱまあ人心の持ちようみたいなところあるんだけども、人によってはね、なんかこう嫌だとは思うんですけど、最近はですね、まあなんていうか、
いろんな物事が達観するようになってきましたね、うん、こう私の例えばゲームの腕前が上手い下手だみたいな論争が起きたりするんですよ、ちょいちょいね、コメ欄見てるとね。まあフォレストではないですけどね、あの上手い下手云々じゃなくて、これ普通にまったり冒険してるだけなんで、それはないんですが、そういう競技性のあるものだったり対戦するものだったりっていうのはあるんですよ。で私自身、自分がねそんなゲームを上手いと思ってないんですね、実際のところね、うん、うまくなりたいなって思うタイプではありますね。せっかくなんでゲームなんでね、そのうまくプレイしたいっていうね、あの人みたいなうまいプレイをしたいみたいな、まあそういった感じでね思うことは多々あるんですが、まあその私自身がうまいかって言われたら、まあ客観的に見てね別に普通かなっていうところなんですよ、自分自身で、うん、でもちょいちょいね私がうまいかうまくないかみたいな論争みたいなのがコメント欄で起きたりしてて、でまあほどほどが一番いいんだけどなぁと思いつつね、その論争のコメントをね見たりしてたんですがけども、ここ最初の自分ちだ、まあ、そもそも私で争い事が起きるのってまあ嬉しいことやなっていうまあちょっと嬉しいことだな、私が話題に上ること自体、まあ、嬉しいことだなっていうねのはねちょっと感じてますね、どういうあれにしろね、うん、ちょっとご飯食っていこうかここで。いや話題に上らなくなったらちょっと終わりなところあるからね、だからねあの話題に出てくれるだけ本当になんちゅうかありがとうと、うん、だからこういう思いも結局のところなんていうか達観し始めてるわけじゃないですか私がね。ちょっとあの寒いんで毛布を肩からかけさせていただきます暖房つけるよっていい感じですけどいやなんかね若い時って結構感受性も高いし、そのなんだろう血の気も多かったりさ、多感な時期であるわけじゃないですか、うん、だから結構ねあのそういうところでワインやん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 なっちゃったりすることってあると思うんですよ。でもね結構こう年を重ねていくとなんかそういうところって徐々に徐々に落ち着いていったり、例えばゲーム実況者とかでもねこう過激な発言とかを繰り返している人もより公式の仕事に近づくにつれて大人になっていったり したりするじゃないですか、うん、そういうのってさやっぱりこう自分だけじゃなくてこう世間だったりね社会だったりっていう中で自分の立ち位置みたいなのをやっとこう理解し始めてね、そこにどう自分がきちんと収まるべきかとか、うん、いろんなことを考え始めて、で結果ねその自分で発言する物言い、うん、そのね物の言い方みたいなのが変わっていくんですね。もちろん変わっていかない人もいますし、そういうのに媚びたくないっていう人もね、あれ私一周回ってきてる嘘あれこれ確実に森で迷った人がやるやつじゃん、映画とかで進んでるつもりが結局帰ってくるやつやんこれ、怖っ怖っ、おいおいおい、まあ、まあね、そういうことなんですよ、うん、で私はですね動画投稿をし始めた時、最初の頃 YouTube にまあ10年ぐらい前になるんだけど、10周年なんですよもうすぐ、
私事ですが、と今の自分を比べてもそんなにやっぱ変わってないですね。うん、ちょっと見返してみましたけどね、やってることはね全然変わってないです。やっぱそのゲームが好きだっていう思いがずっと揺るがないからでしょうね。うん、まあ結局その好きなことをね好きなようにやるっていうのがやっぱり正解なんですよね、実際のとこね。これ見てる人でもね、周りからやんやんや言われて自分がやりたいことがなかなかこうブレていったり、なんていうかこう自分の中でつかめなかったりとか、あれここあれちょっと待って、私ずっとぐるぐるしてるなっていうのあると思うんですが、これちゃすげえ私真面目な話してるせいかな、これ絶対そうだよね。私が真面目な話するとラビリンスに迷い込んでしまうっていうあれだよね、間違いないよね。うんね、ちょっと真面目な話しないでいこうかな。先日ね、本当に急に尿道が痛くなっていや本当の話ですよ、本当の話なんですよ、もうめちゃめちゃ痛くなって、うん、やばいと思ってね、これこいつはもうちょっと病院行かなければならんレベルで尿道炎になってね、っていうか子供の時から私結構尿道炎持ちなんですけど、久々になんかもうどでけえのも再発してさ、男の場合は尿道が長いんで痛いんですよ、ほんと。なのでね、男性の方尿道炎気をつけてください何の話だよ何の話だよ、私マジで。いや、こういう話してればね大体迷わないはずなんでね。すげえな、おい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 、この世四つ子か、おいへ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 へへ、おい、つきまぐるぞ、槍で。あ、食ってる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 。おい、ケツ、おいおい、共食いするんじゃねえよ。あ、スーッといなくなったな。あいつら、ほんと好き勝手生きてますからね。本能のまま生きている、ある意味 YouTuber なのかもしれないな、やつらは。食人族食人族系 YouTuber なのかもしれないな。いやー、一発バンですよね。ヨットのとこに戻ってきてるんだよ私さ。あれ、私行き道としては合ってるはずなんですよ、これヨットを背に、昔の生き方で合ってるはずなんだよな。でかい集落があるんですよ、この先に。あるはずなんです。え、マップ変わった、もしかして。これをね、背に、昔のセーブデータではね、こう行くと、まず小さな村があるわけですよ。ここね。で、この村をさらに越えていくんです。すると、その先にね、ちょっと坂があるんですよ。で、坂をちょっと登ったらへんで、ちょっとでかい集落、めちゃめちゃ走ってんな、あれ。大運動会やな。すんげえ走っておりますね。で、これを抜けていくんですね。うん、でこう行くとあるはずなんですよ。まだまだここいたん、ほい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 、
大変だね。そういう死に方になったわ最近。いや、未だにフォレストってパッチが結構入ってて、意外や意外ね、製品版になったからもうその辺滞るのかなと思ったら全然そんなことなかったんですよ。結構ちょいちょいパッチが入ってるんですよ。で、新しい要素とかね、うん、まあありがたいよね本当に。で、このまままっすぐ行くと、あ、キャンプね、これ昔からあったよね、このキャンプ。あ、鍋取っていきましょう。この辺からね、ちーっと山坂みたいになるはずなんだよね。うん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 、はい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 、ぽくなってきたよ、ぽくなってきた。ここら辺、ここら辺穴だ。嘘、穴につく。ちょっと待てよ、通り過ぎてるなこれ、おそらく。ちょっと探してみます。いくらなんでもちょっと迷いすぎじゃないか私。ありました、集落ありました。そこにね、飛行機が落ちてて、で、その近くでしたね。で、ここのところにね、マップが落ちてるんですよ、おそらく。あ、これフレアかな。ああ、ありがてえありがてえ。で、テニス選手がね、もうストレッチをここでね、永遠とね、永久にここでストレッチをやってますからね。あ、で、ここね、飲み物もね、結構飲み放題なんですよ。これね、飲み物。喧嘩してる喧嘩してる。裸の人もいるんでね、気をつけないとね、映せないからね、裸はね、うん。で、ここにダイナマイトがあるんですよ。これを使っていこうかなと思います。こいつらへ、さっきからパチン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 、本当にもうおめえら、おれ、本当にさ。まあ、そんなわけでこれです。ここ入っていきましょう。じゃあな、原住民ども、ここまで入ってこれまいて。うん、で、ここに、マップが落ちてるはずなんですよね。あ、お金、ありがてえ、ありがてえ。結構お酒も落ちてるからね、ありがたい、これは。で、ダクトテープが意外となくなりかけてるんで、こういうところでね、ノリノリやな。フォーっつったね、あいつらは。あ、ありました、こちら、これがマップとなります、うん。で、空白だけど私ちょっと覚えてるんですよ。これで酸素ボンベどこにあったかというと、このね、マップ左の方の洞窟にあったんで、それちょっと探しに行こうかなと。あ、ちょっと待って、コンパスも手に入れたな、今。コンパスも手に入れたよね、今。ここ、落ちてたよね。これは薬か。コンパスってどうやったらするんだ？お、お、あ、ちょっと待って、何これ。おー、なるほど、なるほど、なるほど。メッセージですね。どなたからかのメッセージですね。で、ここでコンパスを、あった、これこれ、出していくと、コンパスどこ行ったよ。コンパスどこ行ったよ、これ。あ、いった、あった、あった。
でこれで北がどっちかによって進む方向が決まってくるんで、この辺はねきっちり、使っていきましょう。多分マップ的に見て上が北なんでね、うん、なのでここから、N に合わせていく、これね、うん、ということはですね、ここでマップ出します。あ、 W の方角にずっと行ったらへんのところにおそらく洞窟があるはずなんですよね。これね、ほんとこのコンパスとマップがないとね、さっきの私みたいにね、ぐる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 同じところをね、行くことになるんで、本当に気をつけてください、皆さん。本当の山でもね、こうやって迷ってしまう人もいるらしいんで、うん、怖い話よね、うん、本当に。でこっちからずっとこう行って、でちょっと W、 ちょっともうずれ始めてるな、 こっちの方だな、うん、W よりも少し北に向かう感じではあるから、こんな感じでしょうか。スーッと行きます。洞窟があるはずは、これだ、あ、これか、あれ、この洞窟ってあれ、え、やばい、やばくない、これ。この洞窟って女王がいなかったっけ。え、ちょっと待って、なんか変な声聞こえるぞ。女王どころかオスの声が聞こえるぞ。ここね、えらい困ってんだよね、赤さんがね。よし、ちょっくら探してみましょうか。リザーブはね、この辺にあったはずなんですよね。あ、飲み物ありがてえ。飲み物と食い物ありがてえ。こっから上に行くと、これなんだっけな。こっから上に行くと何があるんだっけ。あ、基板やらね。あれ、ちょっと待って、これ一回ここ岩肌を壊した記憶がありますね。あ、ガソリン、いやもうガソリンいらないんだよね。これ以上先は進めないという感じですね。あの、こんなになんかトランクがあったっけな。なんか変わった気がするな、この辺もね。なんか昔と様子が違ってきてる気がしますけどね。まあ、下の方に行ってみましょう。で前にここのマップは制覇したと思ったんだけどね、制覇できてなかったのかもしれないですね。まあここら辺次回、またやっていきたいと思いますんで、よかったらまた見てやってください。まあ、あんまり大して進んでないんだけども、まあ私のフォレスト大体こんな感じなんでね。うん。それでは皆さんの良きゲームライフの方を祈ります。ベルクラでございました。お疲れ様です。チャンネル登録は、PC の方は画面のアイコンから、携帯機器でご覧の方は下のチャンネル登録ボタンの方からどうぞよろしくお願いいたします。そしてベルマークを押すとライブや動画アップ時に通知がいくようになるので、見逃したくない方はオンにしてみてくださいね。